ちょっと日本人にしたら衝撃的な出来事が韓国で起きています。新型214潜水艦が民間のタグボートに曳航され戻ってきたとの情報をキャッチしました。また動かない潜水艦を作り出したのか。では詳しく見ていきますね。それにしてもドイツも厄介な国にライセンス契約したものですね。テレビで軍事機密をバラされていましたしね。後で紹介します。2021年1月22日、京承北道北方沖の日本海で、韓国海軍の最新鋭の214型潜水艦の孫元193番艦アンジューコンが航行中に故障が発生し、停止したため、民間会社のタグボートの助けを借りて基地に曳航されたという。韓国海軍によると、アンジューコンは今年5月までの予定で、定期点検を行っていて、この日は試運転のために日本海で、先行試験などをしていた。試験が終わり浮上して、基地への帰還途中に、エンジン系統の異常を示す。アラームが鳴ったため、基地司令部に報告したところ、乗員の安全を優先して、機関を停止し、基地まで曳航するとの指示が出て、連絡を受けた、アンジューコン建造メーカーである、現代重工業が自社の、曳航用タグボートを派遣したのであった。タグボートに惹かれた、アンジューコンは、23日未明に、基地に寄港して今回の、異常についての原因を調査していて、海軍関係者によれば、乗組員と、潜水艦の装備には異常はないと、とのことである。何かと故障が多い韓国潜水艦ではあるが、今回のように民間会社の、タグボートに曳航された例は、少なく異例の措置であるが、ある韓国海軍関係者が言うには、今回、民間会社のタグボートで曳航したのは、建造メーカーである現代重工業によるアフターサービスであるとしている。この214型潜水艦は、ドイツ海軍が212型として収益させている。通常型潜水艦の輸出用で、韓国では現代重工業と大宇造船海洋の2社が、建造した孫元199隻が収益している。214型は排水量1800トン、全長 65.3 メートル、全幅 6.3 メートルで、水中に最高速力20ノット、約37キロメートル、魚雷発射管8門で、2週間の長期間潜航が可能となる燃料電池方式の非待機依存推進装置 AIP を搭載しているため韓国本土から燃料補給なしでハワイまで潜航したまま往復できるとされている。兵装には国産の船対地巡航ミサイルヘソンを搭載し対艦、対潜、対地攻撃任務のみならず攻撃機雷の施設任務をこなす。万能潜水艦であるとしている。しかし、212型の低性能安価版とされているこの214型潜水艦の設計図を、元に、すべて、韓国国産の潜水艦として登場した、孫元19はその、ネームシップをはじめとして、製造不良、欠陥、故障が頻発して、韓国マスコミの非難を浴び続けているのだ。
2006年に進水した1番艦、ソン・オニルは、静かであるべき潜水艦として、致命的な欠陥となるスクリューから、異音が発生する欠陥が発覚して、スクリューばかりか推進軸までも交換する事態となった。また、2011年に、2番艦、チョンジと、今回タグボートに曳航された。3番艦、アンジュン群も含めた3隻すべてに、艦橋と甲板を、つなぎ止めるボルトの不具合から、3隻とも運用停止となり、ドイツの HDW 社から技術者を呼ぶほどの改善工事がなされていたことや、2014年には設計上は2週間の連続潜航が可能とされていたものが、実際には燃料電池の不具合から数日間しか連続潜航できず、就役後に燃料電池による停止事故を102回も起こしている。さらには2015年、現代重工業が建造した蒸気3隻のみならず、大油造船海洋が建造した4番艦、キム・ジャジンも含めた4隻の水中騒音レベルが、基準値を40デシベルも超えていることが判明したが、原因究明が困難で、解決の見込みが立たず、韓国海軍はそれ以降に、引き渡される同級潜水艦の作戦要求性能の中に水中騒音基準を入れずに収益されていたことが発覚している。他にも、アンジュン群のスクリューに151箇所もの亀裂が発生していたなど、精密さが要求される潜水艦建造において韓国の工業生産レベルの低さが露呈されただけでなく、このことと絡んで、韓国では、日常茶飯事のスキャンダルである、贈収賄事件が、持ち上がり、元艦長や予備役将校などが検察から、取り調べを受ける騒ぎとなったのである。2008年に進水した、アンジュン群についての質疑が韓国国会の、議事録に残されていて、2020年10月の国政監査において、保守系野党である国民の力の果て行議員から、孫元一級2番艦の、チョンジが故障中であるとされているが、同級のアンジュン群は大丈夫なのか？との質問があり、プソクチョン海軍参謀総長が、2回、現在のところは大丈夫であると、答弁したのだが、その質疑から3ヶ月後に今回のアンジュン群の停止事故が作戦行動中ではなく、定期点検中に発生したのだ。また、最近では、韓国に潜水艦建造を発注していたインドネシアが、要求性能に満たないとしてキャンセルするのではないかとの噂が立っているが、韓国の潜水艦建造技術のお粗末さにインドネシアが不安になったのでないかとの憶測も飛んでいるのだ。また、この214型潜水艦の孫元一級については、建造上の欠陥などの問題以外のトラブルも発生していて、4番艦以降から建造を始めた。大油造船海洋が北朝鮮からのハッキングによって、この214型潜水艦をはじめ、最新鋭イージス艦の設計図などの軍事機密書類を盗まれていたことが発覚している。盗まれたのは、214型潜水艦や最新鋭イージス艦、ユルゴクイーなどの設計図に加えて、トサンアンチャン補給潜水艦における、
コールドローンチ技術に関する情報などもあって、これが問題視されている。コールドローンチ技術とは、潜水艦に搭載された垂直発射管から、弾道ミサイルなどを発射するための技術で、潜水艦の艦体を熱から、守るために圧縮空気で艦から放出した後にミサイルの、エンジンに点火する技術のことで、北朝鮮がこのハッキング後にコールドローンチを用いたミサイル発射実験に成功していることから、盗んだ資料から何らかの技術を得た可能性が高いとされている。韓国は米国から F-35 戦闘機を導入する代わりに最新のレーダー技術など、F-35 に絡む多数の軍事技術の譲渡を要求していて、それに対して米国が難色を示しているのだが、このように簡単に北朝鮮にハッキングされて盗まれてしまうようだと、情報提供に二の足を踏むのは当然である。韓国海軍は現在3700トンのトサンアンチャンホに注力しており、先日1番艦が就役、2番艦が浸水しているが、これまでの潜水艦建造における数々のトラブルを見ている限りでは、いずれ何らかの問題が発生するであろうことが予想されていて、悲願とされている。原子力潜水艦の建造など、米国からの技術導入が期待できない現状では、当分の間不可能であろう。